杉良太郎8月14日隊は、日本の俳優、歌手、元財団法人日本、ベトナム文化友好協会理事長。法務省特別共生官、外務省日本ベトナム特別大使、ベトナム社会主義共和国ベトナム日本特別大使、厚生労働省関連総合対策推進国民、運動特別参与、健康行政特別参与、ハワイ州ホノルル氏名誉市長。 シンガポール日本文化協会名誉会長、麻薬追放協会会長などの肩書きを持つ。本名は山田勝慶。兵庫県神戸市長田区宮川町出身出身。母親は鹿児島県徳之島出身。神戸市立長田小学校、神戸市立西大中学校出身。高浜会員学校中退。現在の夫人は演歌歌手の五代夏子。 戦災との間に、息子の俳優、山田純大、娘二人がいる。また巣立った子も含め100人以上のベトナムの子の里親となる。特技は、合気道、段位は養心館、合気道五段。英典、表彰歴としては、緑樹法賞受賞、四樹法賞受賞、平成28年度文化功労者など。100万枚を超えるヒットとなった。 隙間風を持つ歌手であり、数々の時代劇に主演してきた。中高年女性層を中心に、杉様の愛称とともに、日本各地でディナーショーを主催している。幼少時より歌手を志し各地の喉自慢に出場し続けたが、なかなか評価を受けなかった。1965年に、日本コロンビアから、野郎、傘で、念願の歌手デビューを果たすも、 不本意な売り方をされた上に全く売れず、テレビ番組に出演する際はギャラどころか逆に多額の金品を要求されたことを実証で書いている。18歳から20歳の下積み時代は、カレー屋のデッチ暴行で食いつなぎ、3年間まかないのカレーライスしか口にできず、朝6時から夜11時まで無給で、休みは元日だけだった。1966年より、 日活に所属。現代劇の助演で活躍する一方で、1967年に NHK の文後、鳥物絵図に主役として出演して、以来、時代劇をメインに出演していく。演山の金さん、右門、鳥物町、新吾鳥物町、一心助け、同心赤月乱之助、大江戸総佐毛、喧嘩や右近などシリアスからコミカルなキャラクターを演じた。 舞台などでも活躍。明治座、新歌舞伎座などで連続して出演した。1975年に CBS ソニー遺跡後の第一弾シングルとして悩みを発表。半年間テレビの仕事を休みレコードのキャンペーンを続けた成果が実り、自身初の10万枚を超える売り上げを記録。これにより歌手としても知名度を獲得した。歌手を目指したきっかけは、 長い時間拘束される俳優などと違い、一曲、歌えば、それでよく、儲かると考えたからだという。しかし、エグザイル魂に出演時、それが甘い考えであり、ヒット曲が出るまで10年もかかる結果となってしまったと、10回している。自身の体力面から2005年7月の、新歌舞伎座での公演を最後に、自らの座長公演を優退した後は、 若い役者が座長を務める公演に、脇役で出演しどんどん、アドバイスを出していきたいとの考えを表明。2008年10月には、大阪新歌舞伎座で、山本常時、山川豊を主役に迎えた初のプロデュース公演、闇の身代わり地蔵を上演した。また、2009年6月の大阪新歌舞伎座さよなら、公演では、息子の山田淳大を主役に迎え、 初の親子共演を果たす。新歌舞伎座で松平信康の切腹を演じた時には先週楽に本当に腹を切りたくなり、豚の蔵物と血もたっぷり入れた袋を腹に巻いて、その上から晒しを巻き、白装束を着て舞台に立ち、本物の担当を突き刺した。次は血が吹き出て客席がシーンとなり、担当を右へ切ったら腹から豚の腸が一気に噴出し、 自分が倒れたところでドンチョウが降りたから会場はパニックになったと述べている。過去には伊藤志郎、岡田英治、青木義郎、福本清蔵、赤塚雅人、上田俊、本阿弥近子ら多くの俳優が1980年代から1990年代の杉の主演作に常連のごとく出演をしている。同心赤月乱之助25話では福本清蔵のために 次が役を用意し、福本も初めての大きな役だったと、自伝、おちおち死ンデられまへん切られ役ハリウッドへ行くで、述べている。また、親友であった、エリッチエミもゲスト女優として、同心赤月蘭之の助に出演している。1991年頃から、主に風景画を中心に、油彩画を描いている。現代美術展で賞を受賞している、百貨店などで、 絵画展をたびたび開催する。24時間没頭したこともあったという。2007年5月1日、長女に第一子となる男児が誕生したことにより、おじいちゃんとなる。しかし本人は会見で、孫にはお兄さんと呼ばせると宣言した。2009年6月1日には芸能活動45周年を記念し、初の作詞作曲集を発売。 2011年6月22日、芸能活動全般について、a ッ e x マネジメントと、業務協力契約を締結する。2013年2月に、杉の個人事務所が所有する東京、西麻布のビル2階に、杉良太郎演劇塾を設立。同年10月には、よろず占いところ恩用やへようこそ、で33年ぶりとなる、民放連続ドラマの出演となった。 15歳でボランティア活動を始める。日本の刑務所への受刑者慰問活動も積極的に展開し、強制活動への多大な貢献により、法務省から史上初となる名誉強制官を拝命。その間の刑務所視察の功績が認められ、2008年には特別強制官を法務大臣より任命される。長年にわたり、刑務官、受刑者に対し、 多くの意見交換、講演などを行っている。2019年6月25日、功績を称える大臣検証状が法務大臣から送られ、合わせて永年の特別強制官も移植された。日本とベトナム社会主義共和国との親善にも20年間携わっている。ハノイ市等に教育施設の設置、無償援助に積極的に関わり、 ベトナム政府から特別友好大使を委託されている。1997年12月には、ベトナム社会主義共和国国家主席のチャンドゥクルオにより遊戯勲章を受章した。また、ベトナム人の里子は100人以上に及ぶ。1995年1月17日に発生した、阪神・淡路大震災の救援と、疑門としてヘリコプター2機をチャーターし、 被災者避難所 S 氏や飲料水、医薬品、医療等2トンを空輸した。2008年4月29日、受刑者厚生支援東方死者として、芸能人として初の緑受報賞を受賞。5月24日、26日、日越外交関係受立35周年、記念行事の一つとして行われた、日本及び、 ベトナムの有名歌手による日越友好派の違法地民音楽祭を日越特別大使兼越日特別友好大使として主導した。2009年2月の皇太子なる人親王ベトナム社会主義共和国公式訪問では現地での案内説明に携わる。同年、芸能活動の功績が認められ、指示法賞を受賞。平成22年度、内閣府、 災害被害を軽減する国民運動サポーターに就任。2011年3月11日に発災した東北地方太平洋沖地震を受けて被災地への支援活動を開始。大量の救援物資を乗せた車両12台を手配し、自ら炊き出しを行った。1995年の阪神淡路大震災で実家が被災し、以降被災地への支援活動を 継続的に行っており、2004年の新潟県中越地震でも、精力的な活動を行っている。また地震で被災し全体の2、3が、普通となっている、三陸鉄道の復旧支援ヘッドマークのオーナーとなり、2011年9月28日より、マークをつけた列車の運行が開始されている。10月8日、10月9日、ベトナム派の市で開催された。 第2回日越友好音楽祭を主導した。2012年4月26日、福島第一原子力発電所事故で、福島第一原子力発電所現場作業員の拠点となっている、福島県双葉郡のサッカー練習施設、J ビレッジを、妻で演歌歌手の五代夏子と共に訪れ、激励コンサートを開いた。2012年5月1日、日本財団により、 5代夏子と共に被災地で活動した芸能人ベストサポートに選出され表彰されている。車両15台でカレー、サラダなど2万食の食事といれば洗浄剤などの物資を届け、宮城県内の避難所を細かく回り、また岩手県の三陸鉄道や青森県の津軽鉄道、支援、福島県も何度も訪れるなど様々な支援を続けた活動が評価された。 2012年11月19日、オーストリアアルベルト・シュバイツァー協会より人道援助活動の功績が認められ、アルベルト・シュバイツァー賞受賞。2013年2月25日、アセアン特別大使に任命され、2014年2月10日にアジア各国との文化交流に貢献したとして、内閣総理大臣感謝状を安倍晋三から施行された。2013年11月に、 フィリピンを襲った台風ヨランダではチャリティコンサートを企画し認定 NPO 法人アイキャンを通じて現地に学校を建設した。ありがとうございます。